ソリスト。ごきげんよう、エイコよ。新しく始まりました、私エイコのソロラジオ。このラジオは、一人で行動するのが好きな人、通称ソリストであるエイコのソロ活動についてお話ししていくラジオです。一人って気が向いたらどこでも行きますよね。夜ご飯を取るという日常的なことから、休日に図書館に行くとか、ショッピングをするとか、もちろん人と一緒に行動するということも楽しい時間ではありますが、一人になると自分で噛み締めながら頭を整理しながら動くことができますよね。新しい体験をするっていうのにもぴったりなんじゃないかなと思って、いつも新しい場所に足を運ぶようにしています。ソリスト。それでは次のコーナーに行ってみましょう。ソリストのたしなみ。このコーナーはソリストである私が一人であんなことやこんなことに挑戦するコーナーです。今回ソロで行った場所は東京ディズニーランドです。これからソロ活動を始めようという方には入門編ということで、ポイントもお話ししていこうと思います。ディズニーランド1日目、この日は開園時間が8時で、本当は開園と同時に入りたかったんですが、ゆっくりモーニングを食べていたら時間が押してしまったので、私が入園したのは10時でした。ここが一つ目のソロ活動のポイントですね。いくらでも予定は動かせる、ダラダラできちゃうということですね。入園してからまずすること、決まってますよね。お飲み物とチュロスをいただく。なんて優雅でしょう。朝ごはん食べたわよねとお思いの方もいらっしゃると思いますが、いいの、チュロスが食べたかったの。チュロスを食べたらさあ一息ついたということで、ここからアトラクションに乗りたいなと思って、どうもね、休日ということもあってちょっとアトラクションの待ち時間が長いと。そしたら先にポップコーンを買っておこうかなと思って、ちょっとね、ちょうど欲しいデザインのポップコーンのバケットのワゴンもあったので、トイストーリーなんですけど、並んでいた時間1時間、これアトラクション乗れたよねと少し思いましたが、まあいいでしょう、欲しいバケット買えたし、欲しい味のポップコーンだし、これで準備は万端ということで、ポップコーンを買ってここからアトラクションに並びました。1番目に乗ったのがホーンテッドマンション、そして2番目スターツアーズ、3つ目スペースマウンテン。お昼を少し過ぎたくらいで、他のお客さんもレストランから離れていたので、ちょっとここで穴場かなと思って昼食を取りました。注意するのは、ディズニーランド内のレストランって数は結構あるんですけれども、そのレストランごとにテーマが決まっているので、提供メニューの数もそんなに多くはないんですね。なので自分でこれが食べたいっていうものをあらかじめアプリなどで検索しておいて、そこを狙っていくといいかなと思います。ちょうど麺類が食べたいなと思っていたので、そこに行くと決めてたんですけど、デザートも杏仁豆腐美味しくいただきました。さあご飯の後はアトラクション再開です。4つ目、カリブの海賊、5つ目、ジャングルクルーズ、6つ目、ピノキオの冒険旅行、7つ目、ウエスタンリバー鉄道。これで1日目終了です。いや結構ね、閉園ギリギリまで行って、もうね、あともう少しで、あと5分くらいで閉園ですよっていう時に、ちょっとね、空いてるアトラクションにダーッと走ってギリギリで乗るっていうこともちょっとね、できちゃうので、まあ、もし閉園までいるっていうことがあればね、ちょっと楽しんでいただきたいかなと思います。で2日目、なんと開場時間は9時だったんですが、間に合わず11時に来ました。お約束ですねこの日は予定が16時から入っていたので、それまでに乗れるアトラクションに片っ端から乗りました。5つ、
ビッグサンダーマウンテン、スプラッシュマウンテン、ピーターパン、カートゥーンスピン、スペースマウンテンの中だとお一人様に一番厳しいかなっていうアトラクションはスプラッシュマウンテンかな。まあ皆さん大体予想ができると思いますが、まず水かかりますし、写真も撮られるので一緒に盛り上がる人がいないとなかなかね、こう一人で乗って一人でザバーンって行って一人でパシャって写真を撮られて、いやどんな顔をしてどんな感じで撮られればいいんだろうって思いますよね。しかしながらここで例えば真顔で写真に写り込んだりなんかしたら、ソリストとしては合格なんじゃないでしょうか。こんな感じで2日間一人ディズニーを楽しんできました。ポイントを振り返っていきたいと思います。まず1つ目、待ち時間の問題ですね。一人で並んでる時に待ち時間が長いと潰すということがなかなかね、後半になってくると難しくなってくると思うのですが、それこそ公式アプリとかがディズニーランドからは出てるので、それで待ち時間を見ながら次のアトラクションをどれに乗ろうかなとか、レストランはどこに行こうかなっていうのを考えてるだけでも結構時間潰せてたかなって思います。ポイント2つ目、実は今日ちょっとね、これまでの流れではお話ししてこなかったんですが、アトラクションに乗るとき、お一人の方はちょっとねうってなるポイントがあるかもしれません。それはね、キャストの方に何名様ですかって聞かれるっていうことですね。まあもちろんね、キャストの方もそれを数えてアトラクションを動かしてるわけですから、聞かれないっていうことはほとんどないかなって思うんですが、一人ですっていうのね、なかなかしんどい。なかなかね、辛い方は辛いかもしれませんが、ここはね、元気よく一人ですと言って、笑顔でキャストさんにお答えしましょう。さあ、一人ディズニーのポイントは、そんな感じかな。二つくらいですね。この二つ、待ち時間と一人ですって言うっていうところを乗り切れば、あとはね、まあ、結構アトラクションに乗るときとか、もう、こう、顔を見合わせちゃったりしますよとかっていう話はしましたが、それでもやっぱりアトラクションっていうのは乗ってしまえば、あとはね、進んでくれて、あとは終わるだけなので、さほど問題はないかなと思いますし、乗っちゃえばすごく楽しいので、この待ち時間とキャストさんへの一人です。これさえ言えれば、ディズニーランドのね、ソリストとしての活動には問題ないんじゃないかなと思います。ということで、ぜひ皆さんにも挑戦していただきたいと思います。ソリスト、ソリスト、そろそろエンディングのお時間となりました。エイコの20日無理ラジオ、いかがでしたでしょうか。今回はディズニーランドにソロで行ったお話でしたが、今後もこうやって一人で出かけたりとか体験したことをこの番組でお話しして、皆さんのソリスト活動に役立てていけたらなと思いますので、皆さんもよければソリストエピソード教えてくださいね。というわけで今回はここまで。お相手はソリストエイコがお送りいたしました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。またワイミちゃんのツイッターにて動画投稿ツイートが投稿されると思うので、そちらにみんなのソロ話やエイコ宛てのファンレターならぬファンリプをお待ちしております。それでは次回お会いいたしましょう。